おはようございます、けんです。今日は日曜日ですので、先週の振り返りをしたいと思います。先週のテスラは、とにかく話題が豊富でした。ですが、その中でも特に大きな進化が見えてきたのは、3つの分野です。1つは、空港や新しい州にまで広がり始めたロボタクシー。もう1つは、 次世代 AI チップ AI5 とフルセルフドライビングの進化。そして3つ目はエネルギー事業の切り札となる新型メガパックとメガブロックです。 これらは一見バラバラのニュースに見えるかもしれませんが実は全てがテスラがどこへ向かおうとしているのかという大きな流れにつながっています今日のこの動画では先週の重要ニュースを振り返りながらテスラが EV メーカーを超えて未来のモビリティとエネルギー企業へ進化しようとしている姿を一緒に振り返っていきたいと思いますまず最初のニュースは テスラが本格的に進めているロボタクシーの展開についてです。これまでテスラはテキサス州オースティンとカリフォルニアのベイエリアでロボタクシーを走らせてきました。オースティンでは営業可能区域が約173平方マイル、ベイエリアではおよそ400平方マイルとすでに実用段階に入っていることがわかります。そして今月新たな動きが2つありました。 一つはサンフランシスコ国際空港やサンロゼ・オークランドといった主要空港で乗降場所の許可を得ようと交渉を始めたこと。もう一つはネバダ州で正式に行動テストの許可を取得したことです。空港という場所は旅行客やビジネス客などの移動需要が非常に多く、しかも単価が高いユーザーが集まります。 ここでロボタクシーを展開できればテスラにとっては収益性も実用性も大きく高まることになります。さらにネバタ州は規制が比較的柔軟で自動運転の実証実験に適した環境です。今回の承認によってテスラは カリフォルニア、テキサスに続き3週目で走行テストを進められるようになりました。これは明らかに北米での商業化に向けた布石と言えます。イーローマスクさん自身も年内にはアメリカの人口の半分がロボタクシーを利用できるようになるだろうと語っています。裏を返せばそれだけ多くの 都市や州での規制当局との調整を進めているということになります。こうした動きを見ると、ロボタクシーは単なる実験段階を超えて、いよいよ社会インフラとしての地位を目指し始めたことがわかります。投資家にとっては新たな成長エンジンの兆しであり、オーナーにとっては近い将来に身近なサービスとなる日が迫っているのかもしれません。では次に行きます。次に取り上げるのは、フルセルフドライビングの新 心臓部とも言える AI チップの進化です。イーローマスクさんは新しく開発している AI5 チップを モンスターと呼びました。その性能は現在のハードウェア4のチップを大きく超えるものだとされています。具体的には計算性能は8倍、メモリは最大 144GB と9倍に拡張、さらにメモリ帯域幅も5倍に向上する可能性があると言われています。こうした進化によってより複雑で 大規模なニューラルネットワークをリアルタイムで処理できるようになります。加えて、この AI5 は単なる性能アップだけではありません。ソフトウェアとの協調設計が進んでいて、AI 演算を効率化する専用回路や、異なる精度のモデルを柔軟に処理できる仕組みが組み込まれています。これはまさに fsd のために作られた特化型チップだと言えます。この進化が意味するのは車の判断力と応答力がこれまで以上に人間に近づいていくということになります。そしてこの ai5 は 車だけではなくって、人型ロボットのオプティマスに搭載される可能性もあり、テスラのロボティクス戦略とも直結しています。さらにソフトウェア面でも大きな進化がありました。最新のアップデートでは、 運転者の眠気や車線の逸脱を検知して FSD の起動を促すという新機能が追加されます。これまでの FSD はドライバーが監視する前提でしたが、今回は逆にドライバーの集中力が落ちた時に FSD を提案するという新しいアプローチです。これは FSD が 徐々に責任範囲を広げているということを示しているかもしれません。イーロンマスクさんは次期バージョンの V14 についてまるで生きているようだと表現していて、テスラが目指す無監督の FSD の未来に向けて着実に進化していることが伝わってきます。つまり、ハードウェアとソフトウェアの両面から FSD が大きく進化していて、完全自動運転社会に向けた基盤、 これが固まりつつあるとも言えるのではないでしょうか。では続きましては、テスラのもう一つの柱となるエネルギー事業についてです。今月発表されたのが、メガパック3とそこから派生した新しいソリューションのメガブロックです。どちらも再生可能エネルギーを効率的に貯蔵し、電力網を安定させるための大規模な蓄電システムです。まずメガパック3ですけれども、 1>, 1ユニットあたりの容量がおよそ5メガワットアワーに拡大しました。 従来の 3.9MWh から大幅に進化し、より少ない台数で大規模なエネルギー需要に対応できるようになっています。さらに構造をシンプルにしたことで信頼性が上がり、メンテナンスコストの削減にもつながります。そしてもう一つ注目されたのがメガブロックです。これはメガパック3を4台まとめて変圧器やスイッチギアまで一体化した 完成品として提供される仕組みです。工場であらかじめ組み立てられているため、現場での設置作業が大幅に簡略化されます。具体的なメリットを挙げますと、設置スピードは23%向上し、わずか20営業日で 1GWh 規模のシステムを設置可能です。さらに建設コストは最大40%削減できるとされています。これによって、 電力会社や自治体にとっては再生可能エネルギーの導入の ハードルが大きく下がり、普及のスピードを一気に高める可能性があります。投資家の視点で見ると、このメガパック3とメガブロックの投入によって、テスラのエネルギー事業は自動車に次ぐ大きな収益源となる期待が強まっています。実際2025年第2四半期には9 4 g ワーが導入され、収益は34億ドルを超えています。 ここに新製品が加わることでさらに拡大が加速していくと見られています。つまりエネルギーの分野においてもテスラは単なる自動車メーカーではなく世界のインフラを支える存在になりつつあるということになります。はい。ではここまで先週のテスラを象徴する3つの大きな動きを見てきました。1つ目は 空港やネバダ州へ広がり始めたロボタクシーの展開。これはテスラが実証段階から商業化へ歩みを進めていることを示しています。二つ目は次世代 AI チップの AI5 と FSD の進化です。モンスター級の計算性能と眠り検知や車線の逸脱を感知して FSD の起動を提案する新機能は完全自動運転に向けた 確かなステップと言えます。そして3つ目はエネルギー事業の強化です。メガパック3とメガブロックによって再生可能エネルギーの普及がさらに加速し、テスラの収益基盤も大きく広がる可能性があります。これらを統合すると、テスラはもはや EV メーカーという枠を超えて、 モビリティ、AI、そしてエネルギーを統合した次世代のテクノロジー企業へと進化しているということがはっきりと見えてきます。では、ここで皆さんにお聞きしたいと思います。皆さんが今一番注目しているのは何でしょうか ロボタクシーですか ?AI と FSD の進化ですかそれともエネルギー事業でしょうかぜひコメント欄で教えていただければと思います。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの進化、これはほとんど網羅して、テスラがどの方向に進んでいるのかっていうのをリアルタイムで知れると思いますので、ぜひチャンネル登録がまだなく方はチャンネル登録の方をよろしくお願いします。 ししお願いいいたまます僕と一緒に是非ねテスラの未来を追っかけていきましょうはい。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。今日は日曜日ですので、テスラのアンケートの結果、これをね、見ていきたいなと思います。先週の結果ですけれども、テスラ株は先週末は350.84ドルで、今週末が395.94ドルということで、正解は上がるとなっております。 とうとう400ドル目前まで上がってきました。ではアンケートの結果を見ていきましょう。今回は497票いただいております。ありがとうございます。結果ですが上がると答えられた方が一番多くて78%でこの方々が正解です。では次にコメントをしてくれた方の結果を見ていきたいと思います。コメントですが7名の方が正解となっております。そしてなんと 今回は先週と全く同じ人が同じ人数分だけ同じ結果で正解となってくれております。 これはほんと初めてのことですけれども、皆さんがそれぞれ1週ずつ進みました。そして、あやのゴンさんがとうとう3週連続で4週連続にリーチです。ぜひ来週も頑張ってください。はい、そしてこのアンケートですけれども、4週連続正解された方に今は社内で使えるカークリーナーをプレゼントしております。タイプ C ケーブルで使えるクリーナーです。ぜひチャレンジされてみてください。そしてこちらのアンケートですが、趣旨として2つあります。まずは株式投資の難しさ、これを実感して とということです株式投資は株価予想などいろいろとあると思いますが実際に毎週毎週やることでその難しさがわかると思います。 そして株式投資で上がるのか下がるのかそれがわかる人なんていないっていうことも実感ベースでわかると思います。しかし毎週行い自分はこういった理由から上がると思う、下がると思うと毎週毎週考えることで自分の中の分析力も上がると思います。僕の YouTube ではテスラ株投資をされている方も非常に多く視聴されていて投資をする際には何かしらの根拠や 分析をもって投資をすると思います。その時に毎週自分なりの分析をすることは役立つと思います。ぜひ僕の YouTube を通じて毎週このアンケートは行っていますので分析力アップ、そして他の方のコメントもぜひご覧になってみてください。そうすることでそういった視点もあるのかと勉強になると思います。そしてコメントを通じて参考になるコメントがあったらいいねボタンを押してあげたりコメントに返信されたりされてください。そしてコメント欄を通じてご自身の 株式投資の勉強の場として活用してもらえればと思いますということで本日もアンケートしますのでぜひゲーム感覚でも大丈夫ですので参加されてくださいきっとご自身のレベルアップにもつながると思います締め切りは明日までですはいということで本日も最後までご視聴していただきありがとうございます素敵な一日をお過ごしくださいではまた